ペヤング超超超超超大盛り焼きそばペタマックス早食いチャレンジ。さあパーティーの始まりだ。はい、ということで、今回はですね、今手元にございます。見せてください。手に入りました。じゃん。おお、こんなものを。でこのペヤングなんですけども、通常のペヤング、これなんですよ。通常のペヤング、これね。はい、この差ですよ。ちょっとよく見せてください。これちょっとすごくないですか。はい、通常のペヤングの約 7.3 倍というですね、ペヤング史上最大級の大きさということなんですよ。でカロリーはそこに書いてありますけど、4184カロリー。なんのこっちゃわからん。なんのこっちゃわからんすよ、はい、かつてね、ちょっと数年前に、2年前、その時がペヤング超超超大盛りギガマックスっていうやつで、カロリーが2142キロカロリー。あれってこれで言ったらどんな感じのぐらいなんかね、ここで。だから数字的にもちょうど半分ぐらい。こんな感じだった。はい、でもちょっとそれ厚みもすごいじゃないですか。ちょっと厚み見せてください。あ、そうか、そうなんですよ、まだ開けてませんからね。これなんか紙もここに入ってたね。そう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 。その時に、一応食べた、はい、一応食べきりました、ね、そう食べさせてもらいましたよ。でいろんな技を使って、そうその時記録が5分45秒。これ結構いい記録実は ですよね。まあただ疑惑はまあいろいろありましたけど、ね、ちょっとあの人との対決を見てますか。そうですね。やりますよ僕は。ということで、まあ先駆けて先駆けてやってやろうじゃないかと。挑戦状叩きつけようじゃない。挑戦状なんですね、これ。挑戦っていうことなんですけど、どうですか自信のほどは。あ、ないって言ったら嘘になるね。あ、さあということで、じゃあ早速作ってみましょうか。じゃん。でかー。いや、いきます。はい、はい、ちょっと中見えるかな。おお、火薬だけでも結構お腹いっぱいになるぐらいの量はあるんですよ。うわー、量が2リットル分ですよこれ。すげえな。ドバドバ入れてます。うわうまそう。いや、うまいかな。さあできました、完成。素晴らしいですね。よーいスタート。さあ始まりました。お、なかなかいい勢いで食べてるんじゃないでしょうか。味の方はどうですか。うん、うん、ペヤングです。美味しいと。美味しいです。まあ、まあ今ね、結構時間も深い時間でですね、お腹は空いてると思うんですよ。お腹空いてるでしょ。はい。いや、まだ早い、まだ早い、まだ二口しか食べてないから。さあ、まだまだ30秒しか経ってますね。もう30秒？もう30秒ですよ。うわぁ、お腹空いたなぁ。私も食べたいんですけどね。これは仕事ですからね。仕方ない。さあ、黙々と食べ進んでる。水も飲んでいいですからね。ちょっとスパイスをもう用意してもらおう。早い。あ、まあまあ、初めから入ってるんですよね。そうです。もう使います。もう飽きたんですか？早くないですか。意外と少ないスパイスが。まあまあ大丈夫です。味変グッズはたくさんあるんで。さあということで1分は経過しておりますよ。すでに1分10秒経過。どうだろう、今1杯分くらい食べた。まだいってないと思いますよ。 7.3 倍ですからね。 7.3 人分あります。現在2分経過ということです。あと8分で全部食べればいいんでしょ。まあ10分切ったらすごいっすよ。思います。かなり勢いはいいですね。もう1人分ぐらいは食ったかな。ちなみにですね、今ペヤングの方を見ますとこんな感じです。減ってますかね。減ってない。全然減ってない。減ったように見えない。
さあどうですか、そろそろ味変の回味変欲しい。これ、どうしましょうかね、どれからいきましょうか。ごま油は最後だ。ごま油はもう酢の分かってるんで、おすすめでいいですか。うん、じゃあこれじゃないかっていうのはちょっと、じゃあ私がおすすめするのはこちら、これカレーです、カレーパウダー。これをちょっとですね、今からかけていってもらいましょうか。この辺でかけていいですか。はい、この辺でお願いします。自分でかけた方がいいですか。あ、僕はそうか。味飽きました。うん、もう飽きるとかいう問題じゃなくてさえ、いや、やっぱきついな。うわ、ちょっとこの香りを嗅ぐだけでも食欲が増進されるんじゃないかな。あー、はいはい。ていうかさ、よく前回食べたよね、これを。半分とはいえ、この半分ですよね。うん、おいしそう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 。ちょっと食べてみよう。あー、なるほど。どうすかね。率直に言いますと、はい、味変関係ない、もう。いや、そう言っちゃうとダメ。いや、もうパワー、あー、でもね、分かるよ、いいの。いい、うん、いい、いい、いい。もう味わってないってことですか。あの、それすらもう凌駕してるの。凌駕してる。でも、ま、でもいいと思う、いいと思うよ。おー、効くと。効く、これは。カレーパードいい。いいです、いいです。おしおしおし。キムチとかどうですかね。キムチ、はい、キムチちょっとこの白いところに入れたいね。はい、じゃあ開けますね。うわー、美味しそう。あー、いい匂いしますね。どうぞ。はい、キムチ入れます。ここにこんな感じ、ちょっとこんな感じね。いいっす、いいっす、うまそう。あ、キムチがうまい。普通に食事を楽しんでる。ちょっとこう食欲出るんだね。いや、そうでもないね。そうでもない。あれ、あんまり聞かないのかな。カレーの方が強いね。あ、カレーの方が良かった。うん、おお。すでに7分、あと3分で食べ終われるのかな、これ。あと3分でいけるのかな。今腹の感じはどんな感じですか。もう8分目ぐらい。絶対無理じゃん。行こう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 。10分経過。もうこうなったら完食しっかり目指しましょうね。どうすか、前回非常に強かったごま油。言葉が出ないぞ。これはすごいわ。聞いてると、いや、もっと食べれると。もうこの油全く意味もなさない。ダメだこれ。これは、はあ、これダメだ。もう急におじいちゃんみたいな顔になってますけど。どうしたんですか。無理。ダメって言ってるけど。10分どころかもう食べれません。どれだ。早いな。ざっと見た感じ半分ぐらい残ってるんじゃないかな。情けない。いや無理やって、これちょっと情けないんですか。いやこれは無理だって。いや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 、もう味変全く効かないんだから。じゃあもう最後に、例の人に向けてちょっとメッセージを。あ、名前出していいです。ヒッピーさん。言った。すいませんでした。勝手に挑戦して謝ってる。勝手に挑戦して勝手に敗北宣言をしてしまいましたんで。よかったら、じゃあヒッピーさん、よかったらヒッピーさん、リベンジじゃない、僕の肩切っちゃう。僕はここまでで終わりました。それではご視聴ありがとうございました。
よかったですね、高評価、そしてチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは、今回のペヤング挑戦以上です。ありがとうございました。お疲れ様でした。パーティー終わりましたよ。